はい、今日のセカンドチャンネルの動画はポケが新弾発売されました。変幻の仮面今回は6箱開封していきたいと思います。もうだいぶ手に入りやすくなったね。はい、非常に助かる。こちらとしてはコンビニとか近所の行ってもワイルドフォース3箱あるんですよ誰か買ってあげてくださいみたいな感じなんですけども、まあ今回新しいポケモン目玉としては表紙のこの子ですね。オーガポン、ポケットモンスタースカーレットバイオレットのダウンロードコンテンツかな、 DLC の新キャラクターとしてすごい人気が出たキャラクターです。鳴き声がポニョーって言うんですよ。このあとこれだとちょっと分かりづらいんですけど、目が星になってるんですよ。これはもう最強のアイドルの可能性がありますっていうオーガポンが、まあ仮面をこう入れ替えて戦うポケモンなんですけど、オーガポンだけでもまあ4種類ぐらいあるのかな。ちょっとそこもかなり強いと言われつつ、他のカードもかなり強力なカードがたくさんあるので、ちょっと開けていきたいと思います。なんかやばいのあったかな。エーススペックなんかすごいのあったよね。全種類持ってくるみたいな。あーあれか、はい、なんとかシークレットボックスみたいな。あ、そうそうそう。あとあれか、回収サイクロンだ。あ、そう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 。やっぱりもうやってることまあちょっとまた出たら話すんですけども、かなりエーススペックもやばいの入ってます。あとサポートもあのビジュがいいのがちょっと多くて。 SAR 見ました？見ました。やばくないですか？やばい、両方欲しい。両方すごいちょっと出たら嬉しいなと思いつつ、6箱開封していきたいと思います。では開けていきましょう。はい、では早速変幻の仮面1ボックス目開けていきたいと思います。オーガポン、みんな好きですか？俺結構好きな部類なんですよ。なんか何、確か性別がメスしかないのかな。女の子なんですよ。ゲームやってる人にしかわからないかもしれないんですけども、ちょっと村で若干いじめというか悪いやつだって言われてるんですけど、一人でこの子山にこもっててちょっとかわいそうだったんですけど、まあそこからこう主人公たちのこうあれこれあって、いい感じになるんですけど、ぜひねゲームやってない人はやってみてほしいです。では早速まず1ボックス目開けていきたいと思います。今回何種類ぐらい入ってるんだろう。101種類か。多いのか少ないのかちょっとわかんないの。開けていこうと思います。とりあえず6ボックス開ければ必要なカードは4枚ずつ出るかな。エーススペックとかは無理かもしれないけど、いきます。はい。あー、ニョロもかわいい。なんでこんな困り顔してるんだろう。ニョロも、ボクレー、エアームド。はい、お祭り会長。エネルギーがついているお互いのポケモン全員は特殊状態にならず受けている。特殊状態は全て回復。特殊状態デッキ殺しだな。麻痺とか毒とか治っちゃいます。ヒヒダルマすげえな。1進化で210も出るんだ。ただ自傷ダメージがかなり痛いですね。70点。ちなみにこのお祭り会場っていうカードに関係するすごいカードちょっとどんどん出てくるので楽しみにしててください。2パック目。はい、ピッピかわいい。どこ歩いてるのかな。ドラメシア、バルビード。はい、おお。オーガポン、井戸の面。これがオーガポンのお面の一つですね。テラサルしています。HP210 種。すすりなく無色1個の20点。次の相手の場この技を受けたポケモン逃げられない。激流ポンプ、水無色無色100点。望むならこのポケモンについているエネルギーを3個選び山札に戻して切る。そうするとその場合相手のベンチポケモン1匹でも120。ついよ、ベンチ狙撃もできるんだ。なるほどね。はい、来ました、カミッチュ。さっきのお祭り会場がある時に使える特性があります。お祭り温度。場にお祭り会場が出ているならこのポケモンは持っている技を2回連続で使えます。1回目の技で相手のバトルポケモンを気絶したなら次のバトルポケモン出た後2回目の技を使う。やば。つまりお祭り会場が出ていれば友達の輪が2回できると。ベンチポケモンまあ5匹いると100点2回200点。草アクリザードの弱点草なのでお祭り温度で2回攻撃できれば倒せます。1円で200点で、なんかこれ技2回使えるっていうので技マシン2回も使えるんじゃねってなんかちょっと一時期話題になってたんですけども、技マシンはどうやら使えないみたいです。このポケモンが持っている技じゃないとダメみたいな。なんかごめんなさい、間違ってたらごめん。このポケモンが持ってる技は友達の輪しかないので、その技マシンとかで使う技はこのポケモンが持ってるわけではないみたいな、言葉のあやです。なんかそういう裁定だった気がします。間違ってたらごめん。なんかそういうの見たんだネットで。ただ技マシンはその連続で使えないよっていうのは確かです。次いきます。ケイシー、テレポーター。このポケモンがバトル場にいたら自分の場に1回で使える。このポケモンとついてる全てのカードを山札に戻して切る。なんかちょっと強そうだな。バトル場に出て効果使うカードがあるとちょっと強そう。鉄の武人とか。ラッキー、ボクレー、ニョロボン。120ダメージ追加できるんだ。それも無色2個で打ちやすい。大回転、風力チャージ。次の技の威力は120プラスされる。なるほどね。次いきます。はい、ドテッコツ。おお、アズマ王。
猿のり、なんか いろんなの出てきたな。鉄の包み、新しいのまた出たんだ。未来 SB90 インタージェット、このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。その後相手は相手自身のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。ほう、60点与えながら何だけの日もみたいな感じか。ちょっと強そう。ブロロロ、裏が出るまでコインを投げ、表の数かける100ダメージ。やっば、何でも倒せんじゃん、運良ければ。さあ次行きましょう。はい、ルージュラ、お誘いキス。自分の山札から種ポケモンを1枚選びベンチに出すと、その後このポケモンについてるエネルギーを1個選び、新しく出したポケモンにつける。山札から種ポケモン出してエネルギー1個つくと。ほう、ちょっと俺は思い浮かばないな、何にしようか。防水ゴードーラ、 HP180、 二進化です。アングリースラム、自分の場のダメ感が乗っているポケモンの数かける50ダメージ。バトル場ベンチ5匹全員乗ってると 6×50、 300ダメージ。え、なんか強そうに見えるけど、どうやってダメ感乗せるかが問題なの。あ、来ました、ゼイユ。このカードは先行プレイヤーの最初の番でも使える。自分の手札を全てトラッシュし、山札を5枚引くと。サポートって書かれているカードは先行プレイヤーの最初の番だけ使えないんですけど、なんとこのカード先行ターン目、最初の番からでも使えます。すごいな、なんか先行有利カードだね。事故とか防げそう。せっかく先行取ったのに最初の番に全然ポケモン展開できなかったとかっていうのはちょっと解消できるきっかけ札にはなりそう。次見ていきます。ペロッパフ、はい、特性お祭りを解きました。さっきと同じですね。お祭り解除が出ているなら持っている技を2回連続で使えます。そっと乗せる、相手のポケモン1匹にダメ感2個乗せる。まあそっと乗せる2回使えばベンチポケモンにダメ感4つ、40点ぐらい乗せれるよっていうカードですね。いや、なんか痒いところに手が届きそうでワンチャンありそう。コドラ、ボスコドラの進化前です。絵画みたいでイラスト可愛い。カジッチュ、おー、ガポン。緑の仮面のルール持たない方もいるのか。あ、でも意外と鬼返しとか火力出そうだな。相手のベンチが多ければダメージが増えていくと。なるほど。はい。ゴリランダ。あ、これどっちかというと進化目のバチンキーが強かった気がするな。ちょっとこの後出てくると思います。さあ、どんどん行きましょう。30パックだからいっぱいあるよ。次、はい。ひともし、かわいい。ユンゲラ。ニョロゾ。はい。マシマシラ。HP110 種。特性アドレナブレイン。このポケモンに悪エネルギーがついているなら自分の場に1回使います。自分の場のポケモン1匹に乗っているダメ感を3個まで選び、相手の場のポケモン1匹に乗せ替える。強っ、こっち回復しつつ相手にダメ感を乗せる。悪エネルギーをつけないといけないっていう条件ありだけど、なんかちょっと強そうだな。ちょっとなんかいいな。ペンドラ、非道な人差し、相手のバトルポケモンの HP が10になるようにダメ感を乗せる。どんなに HP が高くても、どんなに次のダメージがマイナス何十されるとか書かれてても、確実に相手の HP を10にできると。うん、強そう。ただ2進化か、大変だ。さあ次いきます。はい、エイパム、エモンガ。あー、かわいいイラスト。あー、来ました、バチンキー。やばいですよ皆さん。特性どんどん太鼓、自分のバトルポケモンが特性お祭り温度を持つポケモンなら自分の場に1回使います。お祭り温度を持つポケモン、さっき言ったペロッパフとかこの子たちだね。お祭り温度を持ってるポケモンがバトル場にいるなら使える特性です。自分の山札から好きなカードを1枚選び手札に加える。はい、最強。めちゃくちゃ強いっすよ、好きなカード持ってこれるって。それバチンキー2匹いたら、え、好きなカード2枚持ってこれる。マイターンスターバースや。ちょっと強そうに見えるけどな。ミロカラス、このポケモンがいる限り相手の場のポケモンとそのポケモンについてる全てのカードを手札に戻せない。やっぱフトゥー博士とか使えなくなっちゃう。ロロロロ。さあ次いきます。はい、キラーメン、チェリーン。イラスト今回なんか可愛いな。チャです、あなた今回もいるのね。キマワリ、キマキ、鬼氷。おお、なんかいやいや、日差し返し、めちゃくちゃアクリザメタやん。いやー、なんか今回火力出るの多いイメージあるな。変幻の仮面後の大会とか大変そうだな。マジで強いカードめっちゃ増えるんだよな。次いきます。雪わらし、カモネギ、出たとこ背負い。自分の番にこのカードが手札からベンチに出した時に1回使える。自分の山札からポケモンの道具をこのポケモンにつける。おえー、なるほど、便利だ。イルミーズ、イラストかわいい。ハッピーナス、 HP おかしいでしょ。1進化で300、すごい HP 高いですね。ちょっとキラキラしててごめんなさいね。特性ハッピースイッチ、自分の番に1回使える。自分の番のポケモンについている基本エネルギーを1個選び、自分の別のポケモンにつける。基本エネルギーを付け替えれるのね。技恩返し、無職3つ180点。望むなら自分の手札が6枚になるように山札を引くと。なんか耐久で戦えそうだ。荒ぶる竹、古代のポケモンですね。まあ毒にしたりとか、マックシ殴る、相手のバトルポケモンになっているダメ感の数ける50ダメージ追加。わあ、すごいな。手負いのポケモンを確実に倒すような技です。未来も古代もちょっとずつ新カードが増えていってますね。次、ひともし、コドラ、ココドラ、ナミールカ、エアル、ラッキー。ラッキーってなんかすごいポケモンセンターで働いてるイメージあるよな。はい、
ヘラクロス、なんかポケモン GO でヘラクロス出てくるイベントやってたんですけど、俺60回ぐらい戦ってんのよ。1回も色違い出ない。どうして、ひどいよ。出てほしいよ。次いきます。ドッコラショット、ペロッパフ、ランプラー、ヤバソッチャ、え、ブチマケチャがマックス210か。なるほど、悪くない。ペントラ、次いきます。はい、ポツエナ、ドロンチ、これもね強い。一進化のポケモンです。特性偵察指令、自分の番に1回使える。山札を上から2枚見てどちらか1枚選び手札に加える。残りのカードは山札の下に戻す。2枚掘れるの強くね。で、1枚手札でもう1枚山札の下。すごい釣り竿とかツツジとか序盤に使わそうなカードは山札の下に戻した方が絶対いいので、ちょっとこれ便利そうだなと思います。サンド、いいね。犬、またアドレナ、なんかアドレナ系だな。このポケモンにアクエネリーがついているなら、このポケモンの最大 HP はプラス100、230になる。このポケモンが使う技の相手のバトルポケモンのダメージはプラス100、グッドパンチ170までいく。ついよ、ペロリウム。さあ次いきます。はい、コリンク、かわいい。トサキント、この子も覚えてんのね、その技を。お祭りオンと、お祭り会長があったら技2回使えるよと。渦潮、無色無色で10点、コインを1回投げて表なら相手のバトルポケモンについてるエネルギーを1個選び、トラッシュ、クラッシュハンマーみたいなことが。お祭り会場出てれば2回できると。で、20点、ついよ。すぐに効果をどっちか選んで使うサポートです。自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える、ポケモン入れ替えのような効果か、この番自分のポケモンが使う技の相手のバトル場のポケモン EXV へのダメージはプラス30されると。いや便利だな。使い道両方あるのがすごい役立ちそう。あと可愛いですね、闇落ち前の姿です。サントパ、おお、自信、ベンチポケモン全員ダメージいいね。さっきのボスゴドラとかね。いや、そんな時間あんのかな。次いきます。はい、無視でラッキー果実、だいぶ身を出てくる。何これ、なんか夏っぽいな。ハンディサーギュレタ、ポケモンの道具です。このカードをつけているポケモンがバトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けた時、技を使ったポケモンについているエネルギーを1個選び、相手のベンチポケモンに付け替える。相手のエネルギーをずらすというカードですね。役目を終えたネオラント V とか、攻撃してこないであろうロトム V、 マナフィーとかにこうポイって付け替えると、ちょっとワンテンポ遅らせられそうな可能性はありそう。さあ次いきます。はい、あー素敵なイラスト、砂場、ドラメシア、ココドラ、ヒードラン、かっこいい。灼熱ボディ、このポケモンがバトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けた時、技を使ったポケモンを火傷にすると。スチールバースト、このポケモンについている鋼エネルギーを全てトラッシュし、その枚数かける50ダメージ。青天井、メタングとかのメタルメーカーっていう特性で鋼エネルギーたくさんつけれる可能性がある特性なんですけど、それでつけまくってスチールバーストとかちょっとしたいなぐらいな。さあ次いきます。ケーシー、アズマオ、ブロロン、メタルコーティング、あ、来た。オーガポ、緑の仮面、まあ、パッケージのカードでしょう。 HP210 の種ポケモンです。特性が強い、緑の舞、自分の番に1回使える、自分の手札から基本臭いエネルギーを1枚選び、このポケモンにつける、その後山札を1枚引く。まあ手張り以外にエネがつくとめちゃくちゃ強いし、さらに1枚引けるっていうカードです。純粋に強いね、やってることが。技、万葉しぐれ、お互いのバトルポケモンについているエネルギーの数かける30ダメージ追加。エネルギーがついてればついてるほど威力が上がっていきます。あー、なんかしっかり強そうだけどな。アラブルタケと SR まだ来ないのか。動画的にはありがたいぞ。ピッピー、濃いが、エアムド、かっこいい。回転のアートレア、水中に潜ってる、美しい。八策、このカードは前の相手の番に自分のポケモンが気絶していなければ使えない。自分の山札を上から8枚見て、その中からカードは3枚。あー結構持ってこれるな、ちょっと強そう。ただ気絶前提ちょっとむずいよな。気絶しないとき困るんだよ。ニョロも、ドラメシア、オーロット、来たかこれ。え、待って、スって書いてあったけど、スグリ、え、はぁ、めっちゃスグリの SR です。いやこれは好きな人多いんじゃないですかね。めっちゃイラスト綺麗だな。ただこれ SR なんですよ。もう一枚スペシャルアートレア、別の種類もあるのでちょっと出たらいいですね。いやこれめっちゃいいやんけ。いやこれはマジで来て、皆さん今日来てます。よしよしよし、急いぞ、いいぞ、いい出だしだ。
これで全事故みたいな可能性は なくなった。キラーメン、カモネギ、雪わらし、シャリタツ、これも強かった気がします。バトル場にいるとき自分の場に1回使います。自分の山札を上から6枚見てサポートを選んで手札に持ってこれるよっていう。いやもうアクロバの実験とかさ、ロストデッキ毎回打ちたいじゃん。ロストゾーン貯めたいから。ワン採用ありです。お林笛、相手の山札を上から5枚表にしてその中から種ポケモンを好きなだけ選び相手のベンチに出すと。いやこれ出したくない種ポケモン出せるのやばいんだよな。カビゴンデッキで相手の山札をなくすようなデッキがあるんですけど絶対入る気がします。逃げ根が多いポケモンを前に出して動き止めるみたいな戦い方なんで、お林笛はちょっとやばいんじゃないですかね。やった、ドロンチ2枚目だ、ありがたい。ココトラ、モクレイ、鬼氷大会で。さあ次いきます。もう結構少なくなってきたぞ。かわいい。エイパム、ランプラー、キラフロール、ジャミングタワー。お互いのポケモン全員についているポケモンの道具の効果セルでなくなる。最悪。俺あれなんすよ。未来バレット使ってるんで、鉄のカイナとか、鉄のイバラデッキ使ってるんですけど、ブーストエナジー未来頼りすぎて、ちょっとね、ブーストエナジー未来の効果全てなくなると結構終わりなんすよ。逃げるエネルギーがなくなっちゃって。結構困ったカード出たなって思います。ちょっとね、道具の効果なくなるのは、サバイブギプスとかも全部効果なくなるってことでしょ。HP 上がるヒーローマントとか。やばいっすよ、割と。カイデン、ルーズラ、ユンゲラ、グライザ、鉄の筒。はい。オイガ、コアルヒ。うわ、初めて見た。白ですな。ジャミングタワー、ローブシーン。次、ドッコラ、ヒマナッツ、ダルマッカ。かわいい。すごい。色使いがかわいいな。夏のこういう淡い色合いのタッチ結構好きですね。めっちゃいいんだけど、ちょっとこれ決まり、やった、嬉しい。エテボースもなんかすごい特性持ってそうだな。自分の場にこのカードを手札から出して進化させた時に1回使います。コインを2回投げ、表の数分相手の手札から表を見ないで選び、そのカードの表を見て相手の山札に戻す。ハンデスだ。手札減らすのか、やっばこれ。ちょっといいな。なんかエテボースってコイン投げるイメージめっちゃ強いんだけど、ちょっと待って、エテボースちょっとありだな。なんか悪いことできそう。ホリンク、サルヌリ、ブロロ、ヘラクロス。うわー、来ましたね。鬼の仮面。このカードの存在によって、オーガポンが、どう強いのか、より分かりやすくなると思います。自分のトラッシュから名前にオーガポンとつく、ポケモン EX を1枚選び、自分の場の名前にオーガポンとつく、ポケモン EX を入れ替える。で、ついているカードとかダメ感とか状態とかは全部引き継ぐ。要するに場に、こうやってオーガポン緑の仮面がいますと。で、このカードをバーンで使ったら、トラッシュになんか別のオーガポン EX いたら、こうやって、入れ替われるんですね。要するに仮面が交換できるみたいなギミックが使えると。なので、相手に応じてこう弱点をついたりだとか、あと2種類あるんですけども、例えば特定のポケモンにめっちゃ強い仮面があるよとか、相手に応じて仮面を入れ替えて戦えるという、ちょっとめちゃくちゃかっこいい戦い方ができると。他のオガポンも多分そのうち出てくると思います。ナミールカ、ルクシオ、コドラ、フーディン、相手のバトルポケモンを混乱にする。ああ、ダメ感好きなだけ入れ替えれんの？やばいね。相手の HP 340ぐらいのポケモンに330点乗ってて、それをこう散らしていろんなポケモン倒すとかできそう。すまんな。次いきます。ヒンバス、オーロット、カイデン、スグリ、サリタツ。さあ残り2パックとなりました。もう結構見れた気がするぞ。エーススペックの存在忘れてた。なんだ、何が来るんだ。はい、来た。皆さんこれやばいですよ。特殊エネルギーのレガシーエネルギーというのが出ます。このカードはポケモンについている限り全てのタイプのエネルギー1個分として働く。このカードを追加しているポケモンが相手のポケモンから技のダメージを受けて気絶した時、取られるサイドは1枚少なくなる。1枚少なくなる。要するに EX ポケモンで続いてたら、 EX ポケモンで取られたら再度2枚取られるんですけど、レガシーエネルギーがついてると1枚少なくなるので1枚しか取られなくなると。さらにこれ再度1枚しか取られないポケモンについてると再度0枚になるってことだよね。やっぱすぎでしょ。後半輝くリザードンというカードがありまして、それにレガシーエネルギーバッてつけて開幕バーン、次の開始の番輝くリザードン倒しても再度取られませんみたいなことが起きると。結構ね、世界変わるっすよこれ。なんか特殊エネルギー使うルギア V スターデッキとかちょっと強くなるって言われてますね。いやー、よかった引けて。はい、これもやばい。ムストリセット、自分の山札を上から7枚見てその中から草ポケモンと基本草エネルギーを合計2枚まで選び手札に加える。オーガポンと草エネルギー、
の他にも草デッキ、草エネルギーとか草ポケモン使うデッキは大幅な強化をこれで受けてます。一気にエネルギーとポケモン持ってくれるのよ。やば強化だよもう。さあラスト1パック開けていきましょう。はい、ラッキー、イルミーゼ、フシネ、レントラ EX、 2進化の HP310、 技突き刺す眼光、無色無色120点、相手の手札を見てその中からカードを1枚選びトラッシュする。やば、なんか今回手札に関与するカードがちょっとまた増えたな。ボルトストライクも雷雷の250点、ポケモンについてるエネルギーを全てトラッシュと。結局手札がないと何もできないので、ちょっと手札減らされるのは強いよな。イルカマン、イルカマン EX も多分入ってるんだもんね。マイティチェンジ、このポケモンがバトル場からベンチに戻った時に1回使える。山札からイルカマン EX を1枚選び、このカードと入れ替える。イルカマン EX になれるみたいなね。はい、1ボックス目こんな感じでした。いやー全然激アツな出だしだと思います。では2ボックス目見ていきたいと思います。もうほとんどカード見たと思うので、先に開封して出てないカードとか SR とかあったらちょっと見ていきたいと思います。ちょっとカード量が多いから半分に割るね。2ボックス目いきます。ダルマッカ、コリンク、サルドリ、マシラ、キラフロール、アートレアが近い。はい、きちー。それで、きちって言ってたのか、さっきから。え、俺言ってたっけ。きちって言ってませんでした。外できちって声聞こえたんですよ。いや、多分別の人のきちだった。これ初ですね。初でアートレアです。アドレナフェロモン。アクエネリーがついてるなら、このポケモンが技のダメージを受けるとき、コイン投げて表なら、ダメージ受けない。うーわ。運ゲー持ち込めるな。ダメージ受けないんだったら倒せないですよ。いや、イラストもちょっと神々しいな。どんどん見ていきましょう。ジャミングタワー、コドラ、ヒンバス、オーロト、グライナ、鉄の罪、カイデン、トサキント、カジチ。来ましたね。ドラバルト EX。2進化の HP320 です。これちょっとなんか強そうだよね。進化前のドロンチも強いし、さらに技が、ファントムダイブが、炎、超200点で、ダメ感6個を相手のベンチポケモンに好きなように乗せると。HP60 のポケモンとかなんか割といそうなので、ついでに倒すみたいなこともできそうです。あとやっぱドラゴンタイプは弱点がないので、どんなタイプのデッキにも、こう、難なく戦えるというメリットもあります。ちょっと強そうだねこれは。お祭り会場、ペロパフ、ラッキー、イルミツ、キマリ、鬼の仮面、また来た、チャンです、麦わらし、カモネギ、ハンディサーキュレーター、アラブルタケ、イルミツ、ポツエナ、ドロンチ、あーもう、あー新しい仮面が増えました。オーガポン、石杖の仮面、種の HP210 です。特性がちょっとこれもね、デッキによってはぶっ刺さりそうだよね。光り方やば。どう見せればいいんだこれ。これでいきますね。ちょっと斜めから失礼します。石杖の構え、このポケモンは相手の特性を持つポケモンから技のダメージを受けません。これ全員特性持ちだったらもう勝ちってことだよね。アルセウス、V スターとかの技も受けないと。ウの音ボケスピットも効かないと。なんかもう、ちょっと変なタイミングで仮面チェンジでこれになったら困るデッキ多いのではないでしょうか。ただダメージだから、ダメ感乗せるとかは効くので、ちょっもし出てきたら、頑張ってください。発作。サンド、ツナバー、ドラメシア、ピクシー、サリタツ、ココドラ、ホイーガ、コアルヒー、キチチ、オハヤシブエ、シロデスナ、ドッコラ、ヒマナッツ、オニゴーリ、大会でサンド、ヨラボ、ヒマナッツ、ヒキダルマ、カミチ、ツナバー、コアルヒー、ファルビート、水だ、これ、水の仮面だ、絶対。オーガポン、すごい主張強いな。主役がほぼ見えてないほぼ。持ちの技の行の間から目だけ出てんだけど。お面の主張すごいね。オーガポン、井戸の仮面の SR です。もうちょっとこう、大きいと、ちょっと嬉しかったような気もします。いやでも、まあいいカードだよ。全部 SR で揃えたいよ。イルカマン EX。1進化 HP340 点。やばすぎでしょ、HP。さっき言ってたイルカマンの特性から進化。進化というか入れ替わりかな？山札からなれる。こう変身みたいに出てくるカードです。水1個でギガインパクト250。ちょっとやばいねこれ。とんでもない HP ととんでもない簡単に250出せるという。ちょっとなんかいいな。これマジでやばい可能性は秘めてますよね。ちょっとね、1進化だし、パパッと出てくるよねこれ。340ってそうそう倒せないから、連発できないのが唯一の救いだけど、あの手その手でずっとなんか強い火力で攻撃してきそう。ワンありそうです。ゼイユ、サラヌ、ペロッパフ、コトラ、ブロロ、ヘラクロス、カジチュ、ヒトモシ。2ボックス目、後半いきます。エーススペックはここだね。あ、もうやばい。ちょっと、見えちゃう。メントラ、スグリ、ニョロゾ、キラーメン、チリーン、サンドパン、ニョロボン、ダルマッカ、ドコラ、フシネ、オーガポ、ミドルガ、ムスリセット、ありがとう、ヒンバス、バチンキー、シロデスナ、イルカン、お祭り会場、チリーン、ヒトモシ、トサキン、トスワン、スグリ、ポチエナ、ケイシー、ニョロゾ、シャンデラ、いや、お互い引くん。シャリタツ、ドロンツ、ココドラ、
あ、来てる。ジャミングタン、エモンガ、エイバン、ランプラ。うわ、2枚目だ。いや、これでも2ぐらい欲しいよね、ちょっと。これはもう、弱いわけがない気がするので、2枚ちょっと取っておこう。ローシン、カイデン、ルージュラ、ユンゲラ、フーリン、エテボス、チャデス、ダミエルカ、コリン、ケラクロス、鬼の仮面、フジデ、ニョロモ、ボクレ、ゴリランダ、ミロカロス、エア&ピッピ、ドラメシア、ローション、ペロリン、ボクレ、ドテッコツ、アズマオ、ホトラの AR。かわいいな。鉄食べてる。ミロカロス、ピッピ、ホイーガ、エアムド、ヤバソッチャ、オニゴーリ、ニョロモ、ドラメシア、オーロット、カイデン、AR かぶりました。アラブルタケ、ヒラメ、カモネギ、イキワラシ、緑の仮面、ペロリームと。はい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 。いやー、これどうせ出るんだったら揃えたいね、お面。全部多分白いんかな。ってことですよね。うわ、めちゃくちゃ綺麗それ。1枚出しちゃったらもうこれ揃えないといけない。そう。3ボックス目見ていきましょう。半分に割ります。いきます。ちょっとすぐにか、名前忘れた。マイコ。なんだあれ、さっきまで喋ってたのに。すぐにか、あのマイコの SAR 出したいですね。なんか今序盤に来てそうな感じだったな。ちょっと後で見ます。先にこっちだな。3ボックス目いきます。レガシー見えてる。レガシーじゃない、エーススペック見えてる。レガシー2枚でいいよね。まあ基本的には本当は1枚でいいですからね。そうだね、はい、複数作る読みの2ぐらいで他のちょっと取っときたい。鬼の仮面、スマン、ルクシオ、ケイシー、ラッキー、スグリ、チャリタツ、イリミーゼ、ポツエナ、ドロンツ、ミロカロス、ブロロロ、サンド、スナーパー、ドラミシア。おー、かわいい。お祭りの屋台にいる神っち、アートレアです。ヘラクロス、ココドラ、ホイーガ、コアルヒ、ユキメノコ。お、多分初な気がするぞ。イテツクトバリ、このポケモンがいる限りポケモンチェックの旅、お互いの特性を持つポケモン全員にそれぞれダメが1個載せる。ポケモンチェックの旅だからお互いの番の終わり毎回乗るのか。ちょっといやらしいですね。ペンドラ、チリーン、ヒトモチ、トサキン、フーデン。やばい、ピンクが来てる。ケイシー、ニョロト、ペロリーム、グライナ、ダルマッカ、どっこら、フシーデ。ちょっと待って待って待って、ちょっと待ってくれ。レガシーエネ3連続です。いやー、他のも見たいよ。ちょっと今回何種類ですかね。3種類だと思います。もうやや苦しいか。やばい、誰かと交換しよう。ドックラ、ペロッパフ、ラッキー、アートレア。ちょっとかぶるね。キマワリ、ランプラ、コリンク、トタキン、鬼の仮面、ゴリランダ、チャディス、フシデ、ラッキー、ミロカロス、ローブス、カジチ、ケイシー、アズマオ、ペロリプ、イルカモ、チャディス、ネキワラス、カモネキ、オーガボ、ミドルの仮面。3枚目かな。ありがたい。ゼイユだ、ゼイユだ。マイコ、マイコ。さあ、多分ここに SR 枠がある。もうこれだ多分。いや、わからん。ちょっとテラスタルしてるのわかんないんだよな。キラフル、ジャミントン、サルヌ、エイパン、エモンガ、オードフォン、イドの仮面、グライナ、バチンキ、ヒトマス、お祭り会場。待って、ピンク白いけど、多分青いわ。青いわ、これ青い。やばい、伏せて、ニョロモ、ボクレ。ちょっと待ってよ、同じボックスや。ねえ、やばい、本当に全く同じ被り。ちょっと すごいな。うわー、そういう感じですか今日。ピクシー、エアムド、ピッピ、ドラミシア、オニゴリ、大会のブローラ、ミルカ、ルクシオ、ハピナス、エクサイル、コドラ、ヒンバス、オーロット。いや、怖っ、山壊しとるやんけ。もういいねんのアートレアです。すごいパワフルだな、イラストが。アラブルタケ、シロデスナ、ドッカラ、ヒマラツ、キチチ、すぐダルマッカ、コリンク、サルドリ、サントパン、ヨロボン、ボクレ、ドテッコツ、アズマオ、ムスリゼット、アリカマン、サルドリ、フェロパフ、コドラ、お祭り会場、ヒータルマ、カジッチ、ヒトモシ、ユンゲラ、イーネイヌ、カミチ、ヨロゾ、キラメ、チリン、イルカマン、EX と。ちょっとエーススペックは全部見せたいと思ってるよ。あと、3ボックスですね。4ボックス目いきましょう。ちょっと怖いね。怖い。この感じ。ちょっともうレガシーエンで出たら、笑えんくなってくるよ。早めにエーススペックは見ておきましょう。4ボックス目前半いきます。カモネキ、ユキワラシ、ドロンチ、ゼイル、マイコ、オニゴリ、ホコダラ、ボクレ、エモンガ、ちょ、待て、ゴリランダ、エイパン、ランプラ、ネシ、シってこと待て。シだから。レガシーのシじゃないよね、これ。違うシだよね、これ。よかったもうちょっと嬉しすぎて。カイデン、鬼の仮面、ビクシー、ルージュラ、エウゲラ、チャネス、イルカマン EX、ジャミングタマ、ナミルカ、コリンク、チリン、シークレットボックス。よかったー。他のエーススペックも無事に出ました。まず、使える条件が結構やばいんですけど、自分の手札を3枚トラッシュしなければ使えないと。自分の山札からグッズ、ポケモンの道具、サポート、スタジアム、1枚ずつ選び、相手に見せて手札に加えると。すごいね。ポケモンとエネ以外全部持ってこれますみたいな。欲張りセットなんですけど、やっぱり3枚トラッシュっていうのはちょっと重いので、トラッシュすべきカードが入っているデッキとかは噛み合い良さそうですね。ルギアとかでもシークレットボックス、
アーキオス、アーキオス、アーキオスとかしたりめちゃくちゃ無駄なくたくさんカード持ってこれます。ハイエルデッキには入るかな。ちょっと強そうです。でもさ、3枚トラッシュしなきゃいけないってことは少なくとも手札4枚いるってことだよね。はい、減らされたりするとちょっと困るね。確かに足りないとか必要パーツをトラッシュしなきゃいけないとか。アズマオ、ブロロン、ピッピ、あ、緑の仮面足りてます。ニョロモン、コミガ、エアムト、ニョロモン、フーディン、キマワリ、ドラミシア、オーロト、キラーネ、エンドラン、カミッツ、エモンク、バチニキ、ヒトモス、ヒスグリ、ヘラゴロス、ココドラ、ナミルカ、ドクラ、バーセンシアイシア、サンパン、ランパラン、コリンク、チチギス、イルカマント、サキント、チャデス、フシデ、オカヤシベ、ボスゴドラ、ドテイコツ、サレノ、リーパン。4ボックス目、後半いきます。ちょっとパッと見は分からないですね。いきましょう。え、今のじゃね、え、なんか照らせたらほんと分かんないよね。うん。やばそうさ。この角とかで見えるの一番嫌だ。ドラミシア、ココトラ、マシマーシラ、虫取りセット、ホイイカ、フォアルヒー、シノデシナ、ピクシー、ハッサク、ドッコラ、ヒマナ、ダルマカ、カミチ、オハイシベ、アラフルタケ、ヒトモス、ちょっと待って待って、やばいやばい。やばいよ。やばいやばい。やばいって、ほんとにおかしいってーねえ助けて誰かーねえ。変やばいよ。ねえ、さっきいろんなお面出るといいねとか言ってるのバカみたいじゃん、もう。井戸のお面3枚連続です。逆に考えると、まあ、愛されてるみたいなところはありますね。井戸のお面だけでデッキって作れるかな、オーガポン。愛ですね。愛か。あ、マシマシや。AR。これで3人衆、全部アートリア揃ったか。トモコね。トモコ。めっちゃイラスト良くない？めっちゃいい。え、めっちゃいい、ほんとに。はい、こんな感じになりました。色味いいな。なんかね、綺麗な3色。いや、それもなんかどれもちょっと強いんだよな、アクエネつけると。いやー、これは素敵。よかった、3枚揃って。美しいです。さあ、4ボックス目残り見ていきましょう。やばいやばいやばい、全然舞妓どころじゃなくなってきてる、ほんとに。ここからヒーパルビート、ルクシオ、スワンナ、フェローリウム、ケイシー、ラッキー、ボクレー、サリタツ、トテッコツ、アズマオ、サラドリ、ヘラクロス、鉄の爪、ペラポフ、コドラ、カジッチ、ドラファルト EX、鬼の仮面、ヒトモシ、トサギント、ポツエナ、イーネン、大会で、ケイシー、ニョロズ、ダルマカ、ミロガロス、虫取りセット、ドッコラ、フシデ、ヒンバス、オーゴボン、井戸の面、仮面、面、グライナ、バチンキ、シロデスナ、サンド、シャンデラ、お祭り会場と。なるほど。ちょっと、やばいぞ。5ボックス目いきます。もう、SR 枠は、オーガポン、井戸の面、SR じゃなければ何でもいいです。許しましょう。それ以外でお願いします。5ボックス目、前編いきます。カジッチ、ケイシー、アズマオ、アラブルタケ、ハッサク、ブロロン、ピッピ、ホイガ、オーガポン、緑の面、ネクシー、エアムド、ニョロモ、ドラミシア、シャリタツ、オハイシペ、オーロット、キラーメン、カモネギ、オニゴリ大会でニキオラチ、ドロンチ、ココドラ、オーガポン、キラーメン、サルン、エパン。なんか、すごい振り方するのあるね。ちょっと怖いよ。エーススペックの前にあるのか。エモンガ、イケメノコ、ミロカロス、バチンキ、ヒトモス、ココトラ、オーガポン、イシゼノメン、ウロロム、ナミルカ、ドッカラ、ペロパン、ヘラクロス、ペンドラ、ランプラ、コリンク、トサギ、スグリ、サンドパン、チャンデス、フジデ、ラッキー、ニョロボン、ハンディセグライター、ドラマンカ、ナロン、ネナヨ、スマアンナ、ブロロン、ナミルカ。あ、よかった、そっちか。よし、ここは耐えたか。オーロット、動いて、やばい。やばいって、やばい。あと5ボックスだから、もう1枚しかないもんね。はい。レガシーエネルギー、4枚目かな。メガスエネルギー4枚目です。え、6開けて全部揃わなかったら結構なえますよ。なえるよね。はい、ショップもんだよね、普通に。うん、いやでも、あのエーススピック無制限バトルの時はこれでレガシー4積みできます。でもこれ1回しか働かないのがね、またポイントだよね。再利用できないから。でもまあ全部につければ全部再度減るからありか。そんな試合ない。5ボックス目後半いきます。いや怖い、本当に怖い。あ、結構最初の方にこれ来そうですね。いきます、5ボックス目後半。サリタツ、エアムド、ピタロン、ドラミシア、カミッチ、ポスゴダラ、アルビート、フルーチャー、ドテッコツ。いや、めっちゃよ。実写化のようなチリーンのアートレアが出ました。これ、チリーン好きな人、もう歓喜だね。めっちゃ可愛い。素敵なイラストだ。マイコ、シャディス、雪晴らし、カモネギ、アラブルタキ、ペロリウム、イルミンズ、ポツエナ、ドロンチ。あと、危ねえ。危ねえ。かまどの仮面、え、待って待って待って。初じゃね？え？かまどの仮面俺見てないぞ。マジ？ちょっと一回ちょっと調査しません。はい。いや初だ。多分初。すごっ。いや、つらっ。ダイナミックブレイズって呼んだことないもん。うわぁ。5ボックス目にして初で出たのが SR です。オーガポン、
かまどの仮面。実はオーガポン、炎のお面もあります。HP210 の種、怒り我慢、炎無色無色。このポケモンに乗っているダメ感の数 ×20 ダメージ。210だから、もうギリギリだと200までいけるのかな、ダメージが。200ダメージ食らってたら、20×20、400。あとダイナミックブレイズ、炎炎炎、140点プラス、相手のバトルポケモンが進化ポケモンなら、140ダメージ追加。280点。ただその場合、このポケモンについているエネルギーを全てトラッシュすると。まあ、ダメ感たくさん乗ってたら、この面に入れ替えて大ダメージ出すみたいな使い方かな。無色無色なので炎1個入れればすぐ撃てるよっていう。どうなんだろうな。でも草が増えそうな気もするから、強化されてて全然ありな気がします。ただ僕1枚しか持ってません。すごいぞ偏りが。グライナ、サンド、スナバ、ドラミシャ、ザミングタワー、ローブス、ココト、オイガ、コーリー、イーネン、テボ、スロデスナ、どっから、ヒマナ、サンデラ、ヘラクロス、プシデ、ヨロモ、ボクレ、レントライエクス、ヒダルマ、ボクレ、トテコツ、アズマオ、コドラの AR、ブロロロサルのペロポ、コドラ、フーリン、ゴリランダ、カジチ、トモス、ユニラ、ヤバソチャ、ペンドラ、ニョロツ、キラミチリン、キマリ、オニゴリ、カイネント、サイキント、カジチムシルセット、イルカマ、ペロパ、フラッキー、リミゼ。おー、お祭りの準備中感あるなぁ。どっからのアートレアです。素敵、みんなで作ってる。お祭り会長、ボクレ、エムガ、エヴァ、サミングタワー、シャンパラ、カイネン、ルージャー、テツンツミ、お祭り、ユニラ、サミス、ナミルカ、キマリ、鬼の仮面と。さあ、まずいことになってきましたよ。まずいっすね。あと2枚箱最近見てないの。確かに。いや、やっぱでもこうやって揃うんだね、きっと。うん。あと2枚も。さあ、泣いても笑ってもラスト、6ボックス目です。なんせ、エーススペックもう1枚出したいですね。はい。それも一番欲しいんですよ、きっと。回収サイクロンだっけ。あとは本当に舞妓かすぐりの SAR が出てほしいですね。いきます。半分に割って見ていきます。6ボックス目、スタート。プロロロミキバラシ。あと、あのかまどの面も欲しい。待って、もうなんか、いやでもマジもう分かんないよね、テラスタル。ゼロ、こちら、ドロンズ、サンド。あ、すごい出るな。あ、連続だ。スナバー、ドラミシア、ココドラ、ペントラ、カミッチュ、エモンガ、エイバン、ランプラン。待って、本当に炎出ない。おはやしうえ、カイデン、ルージュラ、ユンゲラ、イルカモン、サンドバン、チャレンジ、ナミルカ、コリン、マシーマシーラ、ハンディサイクレーター、チリン、ヒトムシ、トセニント、キラフロール、コスモドラ、フィッピー、ウィーガン、エアムド、ゼイユ、マイコ、ヒヒデロン、ニョロモン、ドラメシア、オーロット、サンデラ、ヨスティス、キラミ、カモネギ、キュラシ、ピクシー、ハッシャク、ドロンチ、ココドラ、ウォークレ、フーディン、カミツ、ヒトムシ、ココドラ、ナミルカ、センタ、ヘラクル、ドッカラ、ペロパ、ランプラ、ジャルツ、オリナタム、コリンク、トセニント。いや、やっぱ初めて見た。6ボックス上げて最後に出るのね。普通のダブルエアはこういう色をしています。かっこいい。6ボックスに言うことじゃないんだよな。アラブルタケフシでラッキーカジツ。いや、ラッキーのアトレアもすごい被ってるな。はい、さあラスト。この中にエーススペック、 SR 枠すべて詰まっています。いきますね。これ本当にやばいよ。緊張するんだけど、結構6ボックス負けてますからね、今回。うん、ちょっと嬉しい結果で終わってほしい。大会で誰もか、どっから鉄のスペック、ブロローブ、ピッピー、ドラメシア、バビー、エテボース、スグリ、ルーズラ、ドテコス、バレミ。うわぁ、かわいい。ポップなサリタツのアートレアが出ました。サリタツちょっとかわいいよな。スワン、エイパ、エモ。さあ来るぞ。ハピナス、ロリム、ヒンバス、やばい。いきますね。これ下から見たらわかりやすいんじゃないですか。これ番号とかわかんないグッズなので、エネではないと。さっきのもグッズだもんね、シークレットボックス。はい。山砕ける時点で回収するカードではないか。やばいって。マジか。やばい。一番欲しいカードが出てない。画像あるんですけど、これが当てたかったんですね。ポケモンカードってダメージ受けまくって倒されると再度取るんですけど、倒されたくないんですよね。で、HP 高いポケモンが最近多いから、330とか340とか2回攻撃して倒すみたいな作戦で戦うことが多いんですけど、ダメージめちゃくちゃ乗ってるポケモンをその回収サイクロンというグッズでいなくすると、せっかく与えたダメージがもう台無しになっちゃうっていう。強いよね。そういう、あの受けたダメージなしにできるよっていうエーススペックがあったんですけど、出ませんでした。やばい。ってことはその分きっといい SR 枠が出てくれるんだろうね。さぞ見ていきましょう。ラッキー、イルミル、シュデ、ヤマサツ、ミシュセット、ヨロモ、ボクレ、レアムド、グライナ、お祭り会社、ホイグ、ホルヒ、シュデスナ、ゼイユ、マイコ、マイコ、マイコ来い。オニゴリ、どっから、ヒナナツ、ダルマカ、キチギス、グランダ、コリンク、サルドリ、ブロロン。お、待て待て、やばい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 って、もう逆マイコじゃん、もうちょっと待って。ハッサクさんでも強いから、まあ強いんですよ、めちゃくちゃ。効果2枚箱の可能性ある。
あるか？あるか？いや、ダメだ。なんかもう、絶対テラスタルしてるよ、これ。はぁ、あ。やばい。ジ・エンド。これ結構大爆死だな。これ涙出ますよ、本当に。よかった。何が？でもこの分、他の誰かがきっといいの出れてるから。はい。僕がそういうの引き受けたということにしておきます。はい、というわけで6ボックス開けた SR 枠、そして A スペックこんな感じです。タナさん、どう思いますかこれ。これ待って、6箱開けたんですよ、ね、6箱開けました。種類少なすぎる。何にも見せられてない、本当にやばい。逆に美味しいまである。そんな6ボックスで3ボックス同じことある？なんか俺定期的にこういうの来るよね。はい、同じ SR ばっかり出るみたいな。まあまあ、なんか中途半端にいいよりかは逆に動画的にありがたいんですけど、ラスト8作だからね。俺じゃないと泣いてるよ。いや、100% 泣いてる。泣くよこれ。いやちょっとね、おめん、でもまあまあ、オーガポンデッキはちょっと興味があったので、ここら辺だと嬉しいんですけど、どうせだったら全部のお面このレアリティで揃えたかったなっていうのと、すぐにも、いや SR もめちゃくちゃイラスト最高にいいんですけど、 SAR スペシャルアートレアも見たかったな。マイコもね、マイコもすごいスペシャルアートレア綺麗なので、ぜひボックス開けるよって人は狙ってみてはいかがでしょうか。なんせ僕はもうこれショップでスーパー回収サイクロン買いに行くことになったので、すぐ行ってこようと思います。以上、今日のセカンドチャンネルでした。ありがとうございました。終わった。